はい、どうも、こんにちは、こんばんは。2023年もフォートナイトをプレイするようできた、高評価、どうも、トリビーです。ということで、今回はなんですけど、今回はですね、皆さん、まあね、今日が12月31日でね、まあ今年最後だと思うんですけど、まあ今年どうだったですか？まあ、僕はですね、まあなんとか、ちょっと彼女でも作る1年にしようかなと思ったらね、全くできませんでした。まあ、ただですね、僕はこのフォートナイトが、もう今彼女みたいなもんなんでね、もうフォートナイトやっていきましたよ、2022年の間も。まあ、ね、動画を見てくれた人、本当にね、ありがとうございます。まあ、またね、来年も面白い動画ね、出していこうと思うし、さらにね、1月の2日3日にね、めちゃめちゃ面白い動画をね、出す予定なので、まだ編集終わってないけど、僕がちょっと久しぶりに動画をね、本気で編集してる今動画があるので、この動画本当面白くて、本当にマジでガチで見てほしいんで、もう死ぬ気で編集してるんで、もしよければチャンネル登録して、通知オンにしておいてください。2日3日だけの動画だけでも見てください。お願いします。てな感じで、今回はですね、まあ、2023年のフォートナイトで、まあ、何が来るのかと、まあ、現在の段階でね、分かっていることとかが、まあ、やっぱ結構あったりするのでね、そのことについてね、お話ししていこうかなということで、早速やっていきましょう。さあ、ということで、まずはですね、まぁ、ちょっと普通にマッチ入ってるんですけど、まぁ、カサメですけど、なんか変なね、ポータルの設計図みたいなのがね、あるらしくて、それがね、なんか作られていってるらしいんですよね。ってことで、ちょっと行きたいんですけど、ここか、ここなんだけど、あれ、どっちだ？いや、こっちってことを信じたい。いや、まぁ、とりあえず降りてみよう。この、どっかの上にあるってのは知ってるんだけど、あ、こっちだ！ごめん、こっちだわ。多分こっちにね、なんかあるんですよ、設計図が。いや、フォートナイトこういうね、変なところに伏線貼って、ワンタイムイベントとかその前あたりに登場するってこととかが結構あったりするんでね、ワンチャンね、追加されるんじゃねってことで、今回ちょっとね、紹介します。ってことで、ここですね。ほら、これっていうか、まあ、先にこっち見せるか。こっち見てもらいたいんだけど、ほら、ポータルの設計図あるの分かる？これ、ほらほらほら、ポータルのね、設計図があるんですよ。で、これがほら、このポータルの丸いね、本当にポータルの部分の、これパーツですよ。ちょっと壊しますけど。多分、なんか作られで作る道具みたいなのがね、置いてあったりするんですよね、これ。いや、なんでね、このポータルがね、もしかすると、2023年にね、追加されるかもしれません。これ、ポータル追加されたらなんだ？なんか、入れるってことかな？入ってどっかテレポートしていけるみたいな。そんな感じなのかな？わかりませんけどね。まあ、もしかすると、まあ、来年追加されるかもしれないということで、楽しみにね、このポータル待っておきましょう！さあ、ということで、ちょっともう一個マップ関連であるんで、ちょっとね、最初にマップ紹介したんでね、まあそれも、ちょっと紹介しようかなってことなんですけど、スラッピーショアーズだったかな？確か。あれ、確かスラッピーショアーズだった気がする。スラッピーショアーズのね、家に、ちょっとあるものが、ね、あるということで、それをね、皆様にご紹介していこうかなと思います。ということで、あった、この家のね、まあ中なんですけど、中のどこにあるかもちょっと僕は、ちょっとわかってないんですけど、どこだ？あれ？ここじゃないな。いや、この部屋のどっかにね、あるものがあるんですけど、もう一個ぐらい下かな、もう一個ぐらい下のこの部屋か。いや、違うな。あれ、待ってくれや。どこにあるかわからん。あ、こっちか。あ、あったあったあった、これだこれだ。探すのにすごい苦戦したんですけど、見てください、ここにね、キューブがあるんですよね。これなんか確か前の前ぐらいのアップデートで、追加されたんですけど、なんとですね、まあキューブが、あるということで、またフォートナイトにね、このキューブが、関わってくるんじゃないかと。まあ関わってきそうだけどね、うん、それの伏線なんじゃないかと言われてるんでね、2023年のフォートナイトでもしかするとね、キューブが関わってくるかもしれません。まあキューブクイーンとかね、いろんなのがいたんで、いやーもう楽しみですね。ストーリーおもろいからね、マジ映画化してほしいもん、フォートナイト。いや、まあそんな感じで、キューブがあるというお話でした。さあ、ということで、続いてはなんですけど、続いてはね、クルーパックですね。もう1月のクルーパックが分かってるんでね、ちょっとお見せしたいと思います。こちら。はい。これがね、まあ次の、クルーパックらしいですね。これ、なんだろう、鬼みたいな感じかな。これなんだ？鹿か！なんか肩の部分に鹿の絵描いてない？なんか腕の部分にもさ、これ多分鹿なのかな？これが、1月のね、クルーパックで来るらしいですね。続いてはですね、ガーディアンシールドというものがね、次のシーズンじゃねえば来年になったらね、登場します。まあこれは多分1月ぐらいにも多分すぐ登場すると思うんですけど、これトレーラーにね、映ってたやつですね、まあプレイ映像流れてると思うんですけど、まあこんな感じでね、まあシールドを出すと。いや、かっこいいね、これね。うん、普通にかっこよくない？で、なんか多分、使える時間とかにも制限あったり、まあ、あと動画にもあるみたいな感じで、投げれたりもするんですよね。実際にというか、投げてシールドを、まあ、耐えたりもできたりして、まあ、使い方もね、幅広く。まあ、これ、ゼロビルドとかで結構なんか使えそうだよね、これやっぱ。ってことでですね、まあ、このシールドが、来年のね、多分1月あたりには追加されてるんじゃないかなと思います。
ということで続いてはですね、これもトレーラーに映ってたやつなんですけど、誓いのフクロウですね。これはなんかドローンみたいなもんなんですけど、まあこれはねトレーラー見てもらったらわかるんですけど、この誓いのフクロウを使った状態で、まあ敵になんか数秒間エイム合わせれば、まあ赤いのでね、まあマークできるよってことで、これなんか、まあ、今までドローンフォートナイトになかったから、まあなんか武器出るドローンみたいなのはあったけど、人をねこんな感じで感知するドローンとかはなかったんでね、これはこれで新しくて面白いなと思うのでね、まあこれもなんかオーバーシールドじゃなくて、あのガーディアンシールド、さっき紹介したガーディアンシールドと、同じなんかタイミングとかで追加されそうだなと思うので、これもね楽しみに待っておきましょう。ということで続いてはなんですけど、まあ、今年のね、10月11月あたりに FNCS インビテーショナルみたいなあったと思うんですけど、まあ、世界大会ですね。はい、世界大会があったと思うんですけど、おそらくね今年もあると思います。ね、今年あった世界大会の最後にね、なんかまた来年会いましょうみたいなのが確か出てたはずなので、まあ、今年もね、まあ、世界大会があるんじゃないかなと。まあ、っていうかなきゃね、やっぱフォートナイトの盛り上がり、競技の方のね盛り上がりに欠けると思うので、いやもうフォートナイト本当競技盛り上がってますから、なきゃ困るよねということで、競技勢の方はね、もう今のうちから努力しておけばワンチャンあるかもしれないのでね、もうね僕は競技はね特にやってないんですけど、競技やってる人は頑張ってくださいということで、続いてはですね、クリエイティブ 2.0 ですね。はい、これクリエイティブ 2.0 なんですけど、僕多分去年もなんか2022年のフォートナイトはみたいな動画出した時にも言ったと思うんですけど、結局なんかねめちゃめちゃ伸びてるんですよね。マジでなんかめちゃめちゃ伸びてて、なんかねクリエイティブ 2.0 の発表会みたいなのもなんか配信のトラブルみたいなので延期されたりしてて、まあこれはしょうがないと思うんですけど、これでも本当はね、チャプター2のなんかどっかあたりで来てたはずだと思うんですけど、まあ、それが伸びに伸びて、まあね、来年に、登場するとね、言われていますと。いやクリエイティブ 2.0 来たらフォートナイト多分またね盛り上がるような気するんだよね。今のクリエイティブでさえ結構すごいのに、このクリエイティブ 2.0 追加されたらさらにね、まあ幅広いことが、できるようになると思うんで、絶対これはねもう追加した方がいいと思うんで、エピックさんちょっと頑張ってもらってね、まあね、クリエイティブ 2.0 楽しみにしてるんでね、まあ来年中にね追加されると嬉しいです。ということで続いてはですね、ホタルランチャーですね。このホタルランチャーなんですけど、まあ今ね映像流れてると思うんですけど、こんな感じでね、燃やす武器ですね。まあ今シーズンになってなんか炎とかがすごいリアルになったんで、この追加も楽しみなんですよね。リアルになった炎でね、あの人を焼けると、これ焼けんのかな、まあでもさすがにダメージ入るよね。燃えるダメージが多分フォートナイトにはあるんで、多分人にも、ダメージがあると思うんですけど、まあ多分なんか長距離とか、まあ、中距離でもないし、なんなら近距離、本当に近距離じゃないと多分直接は、当てれないと思うので、フォートナイト特有のねなんか面白い武器みたいな感じでちょっと楽しみなんで、このねホタルランチャーもおそらくね追加されると思うので、楽しみですね。ということで続いてはですね、2段ジャンプですね。この2段ジャンプなんですけど、まあおそらくね現実拡張かなんかで、追加されるみたいなことが言われてるので、ちょっとわかんないんですけど、普通に追加される可能性もあるかもしれないんですけど、まあ現実拡張でね、まあもしかすると、追加されるかもしれません。今ねどんな感じで動くのかっていう映像も流れてると思うんですけど、こんな感じでね、まあ2段ジャンプを、するらしいですね。ということで続いてはなんですけど、新しいね、回復だったり武器だったりがね、追加されます。まあ今ね、まあ分かっているものだと、これねハイペックスさんの、リークなんですけど、まずこのね、シールドと、新しいキットがね追加されるらしいです。まあ、今あるシールドとキットって、まあ、1回使っちゃうとねなくなっちゃうんですけど、新しくね、追加されるシールドは必要なね、分だけ消費して、残りはね後で使用することが、できるっていうね、そういうねキットとシールドになってます。なんでね、まあ残っていれば何回でも使えるっていう、まあそういった感じのねシールドとキットがね、まあ新しくね追加されるらしいです。そしてあとはね、新しいリボルバーと DPS アサルトライフル、ちょっとわかんねえな。であとロケットランチャーがね、まあ追加されるらしいですね。であと新しいノックバック SMG、 ノックバック SMG ってなんだ。あとブリーチショットガン、ちょ、このブリーチショットガンもわかんないな。この2つはなんかエキゾチックらしいですね、ノックバック SMG とブリーチショットガンは。であとはエキゾチックツインマグ SMG と、レッドワイアサルトライフル。レッドワイアサルトライフルってもうない、確かあるよね。レッドワイアサルトライフルは多分もうこれ追加されてますね。であとは何これ、エキゾチックな風船、エキゾチックの風船追加されんの、ちょっとどんな感じかもう全く想像つかないんですけど、まあ、こんな感じでね、いろんな武器が、来年になったらね、もしかすると追加されるかもしれません。あと新しいね回復もですね。さあということで皆さんね、2023年に、追加されるものはどうだったでしょうか。まあ、ちょっとワクワクしてきたこともあったんじゃないでしょうか。ということでね、まあ皆さん、2022年もねありがとうございました。まあまた来年もねいっぱい動画上げていきますよ。いっぱいなんとかもう大学とか行ってますけど、もう無理やりねもう毎日投稿してね、毎日ショート動画とかも上げていこうかなと思ってるんで、皆さんね、来年もよろしくお願いします。もしね来年も見てくれるよって人はチャンネル登録してね、通知もオンにして、そしてもし良ければ高評価も押してください。ということでね、皆さんまた来年お会いしましょう。良いお年を。